猫なのに水を怖がらない。常識に反したこの猫、名前をスナドリネコと言います。スナドリネコは食肉目ネコ科ベンガルヤマネコ属に分類される哺乳類です。ベンガルヤマネコはスリランカやインドから東はカンボジアまでパッチ状に分布します。彼らがパッチ状に分布するのは彼らが湿地に生息することと関係しています。スナドリネコの体長はオスが66から115センチ、メスが57から74センチ。体重はオスが 8.5 から16キロ、メスが5から7キロ。尻尾の長さは25から40センチで、オスの方が大きくなります。スナドリネコが属するベンガルヤマネコ系統には、他にマヌルネコやサビ色ネコ、マレーヤマネコなどがいますが、スナドリネコはその中でも際立って大きな体格をしています。スナドリネコは主に夜行性です。彼らの生態は未だよくわかっていませんが、彼らは単独性と考えられており、行動圏は典型的なネコ科動物のそれであると推測されます。オスの行動圏は複数のメスの行動圏と重複しており、同性との遭遇は攻撃的なものになる可能性があります。ところで、猫といえば水が苦手であることが簡単に連想されますが、スナドリネコはむしろ水が大好きです。というか、水がないと生きられません。なぜなら、彼らは魚や貝、甲殻類、軟体生物など水中に生息する生き物を主食としているからです。スナドリネコは漢字で書くとスナドリネコ、英名はフィッシングキャット。彼らの生態を端的に表した名前です。スナドリネコの体は水中で獲物を捕まえるために適しています。例えば前足には部分的に水かきがついており、泳ぐのに役立ちます。また完全には鞘に収まらない爪や、幅が狭く前後に長い頭蓋骨はヌルヌルして捕まえにくい水中の獲物をしっかり掴むのに役立っています。水中の獲物のほか、彼らは水鳥や月歯類、花金を襲うこともあります。スナドリネコは生後1ヶ月もすれば水の中に入るようになります。赤ちゃんは一度に2から3頭生まれ、母親によってのみ育てられます。狩りの仕方も母親から学び、だんだんと一人前の漁師に育っていきます。1歳頃には性成熟に達し、母親の元を離れます。スナドリネコは知られていないだけで、とてもユニークな生態をした面白い猫の一種です。そんなスナドリネコですが、絶滅危惧種に指定されています。彼らの生息地は気候変動によって干上がったり、水産物の養殖場の転換により縮小したりしています。また、毛皮や肉を目的とした密漁や、花金や水産物を襲うことへの報復などは、スナドリネコの個体数に直接影響を及ぼします。彼らの個体数はここ15年で 30% 以上減少しているとされており、IUCN のレッドリストでは、絶滅危惧2類に指定されています。さて、漁をする猫スナドリネコはいかがでしたか？彼らには日本でも会うことができます。日本では兵庫県の神戸動物王国、三重県の鳥羽水族館がスナドリネコを展示しています。彼らがなぜ水族館にもいるのか、皆さんはもうお分かりですね。彼らについてより詳しい生態を紹介した記事を概要欄に載せておくので、これらの動物園と水族館に行く前に、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは、次の生き物まで、さようなら。